こんにちは、ゆるせみです。今回はですね、アラサーサラリーマンの奨学金残り返済金額公開ということで、僕自身がですね、大学入学した時にですね、奨学金を借りたんですけども、その奨学金もですね、今の会社に入社してずっと返し続けてるわけなんですが、どれだけね、現段階で残っているのかっていうのを公開していきたいと思います。ではまず僕の自己紹介からですね。私、ゆるせみと申します。29歳の会社員、独身で一人暮らししております。YouTube の方にはですね、セミみたいに関する動画っていうのをアップしてますんで、気になる方がいらっしゃれば、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではですね、まず借入金額からご紹介していきたいと思います。借入金額はですね、僕自身240万円という金額を借り入れました。この240万円というのが元金になりますので、これにですね、金利が年間1.08%かかってきます。そして、これをですね、今の通り、普通に繰上げ返済もせずに返していくと、最終振替予定日は2028年9月27日ということになっています。今現在が2020年ですので、8年後にやっとですね、完済してしまえるということになってきます。そして月々の返済額は14,518円ということになっています。毎月毎月ですね、14,518円返すっていうのはね、結構大変だなと個人的には思ってます。ではですね、今回の本題であります、残り返済金額がいくらかっていうところなんですが、143万7,390円っていうのがですね、残りの返済金額になってきます。そして、残りの返済期間はと聞かれますと、99ヶ月ということで、先ほども言いましたけど、8年ほどかかってくるということになっております。今僕がですね、29歳で今年30になるんですけども、8年後と言いますと38ですから、もう38歳でやっとね、完済し終えるということになってきます。23歳、22歳から23歳ぐらいからね、奨学金を返し始めて、38歳でやっと完済するというようなことになってきます。結構長いなというふうなことをね、個人的には感じてきます。だって22ぐらいから、38ですからね、16年間ぐらい返済し続けてやっと完済できるということになってきますからね。やっぱそれ長いなと感じますよね。だからこそですね、僕自身早めに返済をしてしまいたいなというふうに思っています。理由としては、3つあって、1つ目がですね、借金があるという精神的なプレッシャーですね。やはり借金があるということから、残りね、140万近くあるということなんで、このお金はですね、使っちゃいけないと言いますか、僕自身が背中に背負ってるお金ということに、ことで、精神的なプレッシャーを感じてしまいます。次に2つ目ですね、月々の返済がなくなるということで、キャッシュフローが増えるというふうに書いてあるんですけども、月々14,518円という返済がね、早めに返済をして、その返済がなくなると、1万5000円分、支出の方から浮いてくるわけなんで、その分ね、自由に使えるお金が増えるということになってきます。その自由な使えるお金が増えたっていうところで、また投資に回したりね、貯金したりとか、いろいろね、自由度が高くお金が使えるのかなというふうに思ってます。次に3つ目ですね。仕事を辞めやすくなると。これが一番大きいのかなというふうに思います。僕自身、セミリタイアを目指しているわけなんですけども、セミリタイアをして仕事を辞めるとなると、やはりね、その時にですね、仕事を辞める時ですね、この時に借金がない方が望ましいですよね。だって仕事を辞めてね、その仕事を辞めた状態で次の収入がまだどういったものがあるのかっていうのがわからない状況で、借金だけ背負ってるということはですね、収入がないのに出ていくお金だけはある程度あるということになってきますから、そうなるとね、セミリタイア生活もうまくいかないのかなというふうに思ってます。ですから僕自身としては、セミリタイアを達成する前に奨学金は全て返済しておきたいなというふうに思っています。具体的なところの目標でいきますと、2、3年ぐらいでね、セミリタイアしたいなというふうに思っています。ですから、この2、3年という間で、奨学金、こちらをね、返済していきたいと考えています。というわけで、今回の動画のまとめになります。1つ目、奨学金の残り返済額っていうのが143万7,390円でしたと。次に2つ目、
返済期間は残り99ヶ月。年数に直すと 8.25 年ということで、8年と3ヶ月ということになってきます。ということでですね、まあ、早めにね、返済をしていきたいなというふうに僕自身は思ってます。やはりですね、セミリタイアするときに借金があると、やはり大変ですので、それまでにね、セミリタイア2、3年でしたいと思っているので、それまでに借金は返済しておきたいなというふうに考えています。まあでもですね、投資にお金を回した方が利回りはいいかもしれないし、まあ実際のところいいと思うんですよね、そっちの方が。しかしですね、借金がないという状態、これはね、精神的に楽なんじゃないかなと僕自身は思っています。やはり借金があるという状態っていうのはね、精神的にちょっとね、応えるものがあるなというふうに最近は感じ始めてきます。やはり、まあ、毎月僕自身家計簿公開とかしてるんですけど、その家計簿公開でね、支出の中に奨学金返済っていうのを入れてるんですけども、この奨学金返済がねなければね、もうちょっと安い生活費でですね、生活できたのになんてね思うこともあります。借金というのは自分の負担に感じるようであればね、投資に回すよりも早めに返してしまった方がいいのかなっていうのがね、僕自身の考えです。ということで、今回の動画は以上になります。このチャンネルでですね、セミリタイアを目指す途中経過というのを発信しています。まあ、このような感じでね、僕自身のですね、まあ、金銭的な状況とか、そういったところもね、発信していきますんで、気になる方がいらっしゃればですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。